で自分の中でね海外生活をこう楽しむにあたって、まあ、何が重要かなって考えてみたんですよ。Far West Life。 皆さんこんにちは、マサです。ちょっと前にねこんな質問をいただきました。どうやってアメリカでうまく生活をこうやっていってるんですかみたいな。僕なりにちょっとね考えてみたんですよね。でまず一つ目っていうのが言語、まあ、つまりアメリカで言ったら英語になりますよね。で、二つ目っていうのがその国の文化を知ることですよね。で三つ目は歴史です。でそれとは別にもう一つ最後四つ目、これがね一番僕は重要だと思うんですよ。何かって言ったらアイデンティティです。でまあそれは僕がアリゾナの学生時代にこの4つがすごく重要だなっていうふうにまあ思ったんですよね。で実際にあの授業であの教材として見た映画とか自分がこう見ててすごく勉強になったなっていうような、まあ、DVD を今回は皆さんに紹介したいと思います。で今回おすすめする DVD っていうのがあのまあすごい面白かっただけじゃなくて、自分自身がこう勉強になるなっていう意味でのまあ DVD なんですけど、ただね日本で売ってない DVD とかもあるんで、まあ、どちらかといえばあのアメリカに旅行に行きたいとか留学に行きたいとかアメリカに移住したいっていうようなアメリカに行きたいなっていうような人に、まあ、おすすめの、まあ、DVD になります。ただ全然アメリカに来る予定とかないよっていう人でもアメリカとかに興味ある人だったら聞いてほしいなっていうような、まあ、話になります。まあ、そんな中でおすすめの、まあ、英語教材あと文化も学べるっていうね教材なんですけど、昔ねフレンズっていう、まあ、テレビドラマがすごい流行りましたよね。で今ちょっと古くなってるんですけどね、第2のフレンズって呼ばれてる、DVD なんですけど、僕がおすすめする僕の大好きな映画なんですけど、この How I Met Your Mother っていうね、こういう映画があるんですよ。日本でももしかしたらあるかもしれないですけど、僕の知る限り日本で売ってないかなって思うんですよ。でこれがねすごくあのいい勉強になると思うんですよ。英語もねあの字幕の英語をつけてでこうずっと聞いてるとすごい聞き取りやすいんですよ。みんなね綺麗に喋るんですよ英語で。しかも面白いフレーズとかをこう使ったり普段の会話で使えるような単語をいっぱい使うんですごいあのためになるんですよ。しかもめちゃくちゃ面白いんですよ。であとはあのそれぞれキャラクターが違うんですけど、あのいろんな個性があって、まあ、自分に合ったというか自分が共感できる、まあ、キャラがいたらなおさらねあのすごい楽しめると思うんですよ。僕はこの主人公のテッドっていう、まあ、キャラクターがいるんですけど、それがもう自分にすごい共感できるんで、あのそれで自分とこう照らし合わせながらじゃないけど、まあ、自分とこう共感させながらあの楽しんでこう見ててすごい面白いかなと思いました。でこれを見るときにあのどうするかというと、もちろん一回見てうわ面白かったなだけでもいいんですけど、あのメモとペンを必ず用意してで字幕もつけて、であ今なんて言ったんやろもう一回聞こうって言って気になったところはすぐメモするんですよ。でそれで、自分が似たようなシチュエーションになったときにあのアメリカ人の友達とかにそれを実際に使ってみる、ね。そうするとただ単にこう書いて覚えるだけよりも、1回2回とこう使ったら次3回目4回目使う時も自然に出てくるようになるんですよね。なんで僕はあのすごいこれがねおすすめなんで、あのアメリカに来たらこれもういろんな人知ってると思うんで、アメリカに来たらねぜひこの How I Met Your Mother見てください。これもうすっごい面白いです。僕も大好きなんですこれね、はい。まあ、もちろん英語も勉強できるし、アメリカの文化も学べるんですごくおすすめの DVD になります。まあ、アメリカのねあの近代の歴史を学ぶにはすごく僕がおすすめの映画があるんですよ。でそれは別にその南北戦争だったりとかアメリカンインディアンの戦争とかそういうんじゃなくって、あのもうちょっと近代なんですけど、今のアメリカがなんでこういう風に成り立ってんのか、なんでその文化からこっちに来てるのか、それからなんで今のアメリカ人がそういう考え方をするのかっていうのが結構つながったりするんですよ。でそれがですね何の映画かというと、はい、これなんです。これ日本でも売ってるんですけど、フォレスト・ガンプ。これはねめちゃくちゃ有名なんで、あのみんな知ってると思うんですけど、トム・ハンクスが出ておりますね、フォレスト・ガンプ。これが僕はもうかなりおすすめです。見てないっていう人がいたらぜひこれ見てください。
で普通に感動する映画なんですけど、その感動するだけじゃなくて実は面白い歴史がたくさん詰まってるんですよ。これねほんまに面白いですよ。これねアメリカの近代の歴史とかもすごいわかるんで、まあ、こういう歴史を知っておけばある程度の情勢がなんでこういうふうに成り立ってんのかとか、結構わかるし、でこれを見ておけばアメリカの、まあ、簡単な近代の歴史とか流れとかわかるんですよね。で特にねあのポップカルチャーで言ったらエルビス・プレスリーとかあの出てきますしね、あとヒッピーの文化も出てくるんですよこれね。であの政治で言ったらあの有名なウォーターゲート事件ですよね。それもねここに関わってるっていう風な設定になってるんですよ。それからあのアップルの会社も出てきますよこれね。アメリカのねこう有名なこととか大きな歴史とかこう出てくるんですよ。なんでこの映画もじっくり見るとすごく奥が深いんですよ。であとはね個人的にこのマラソンをやめるシーンで僕の大好きなモニュメントバレーのところとかもこう出てくるんでね、すごいおすすめなんで、アメリカ旅行来る人とかもね、あの一回アメリカに来る前にぜひこれは日本であの見れるんで、ぜひこれチェックしてみておいてください。まあ、そしてアメリカで生活する上で、まあ、僕が重要だなって思うのがその英語と文化、歴史ですよね。そういったもの以外に、4つ目でありますアイデンティティ、これがまあ僕の中で一番重要かなと思うんですけど、このアイデンティティ、自分自身のアイデンティティは何かっていうのをしっかりと知ることがアメリカ生活でうまくやっていく鍵だと僕は思っております。でこのアイデンティティに関しては僕がアリゾナの大学時代にアジアンパシフィックアメリカンっていう、クラスを取ったんですよ。そのアジアンパシフィックアメリカンっていうクラスはもちろん結構ねアジア系のアメリカ人の学生とかが結構取ってたり、アジアに、興味ある、他のアメリカ人の人とかが、まあ、クラスをね取ってたりもするんですよ。でまあ僕はアメリカ人ではないですけど、まあ、アジア人なんですごくそういうのに興味があったんで、このアジアンパシフィックアメリカンっていうクラスをこう取ったんですよね。まあ、これは勝手に僕が思ってるんですけど、まあ、なんだかんだ言っててもやっぱりアメリカって未だにあの白人の中流階級のこの、社会っていうんですかがやっぱりマジョリティだと思うんですよ。で例えば僕らみたいなアジア人はアメリカではやっぱりマイノリティに入るわけですよ。でそんな中で、まあ、どうやってマイノリティとしての自分がアメリカ社会でフィットしていくか、うまく適応していくかっていうのを、知るには自分自身がどういう人間なのかっていうのを知ることがやっぱり非常に重要なんですね。で僕はそのアジアンパシフィックアメリカの授業で、まあ、教材として見た映画なんですけど、この上海キスっていう映画があるんですよ。でこれは多分日本では販売されてないと思うんで、アメリカじゃないと見れないかもしれないんですけど、アジア系のアメリカ人の人がやっぱアイデンティティに苦しむんですよね。アメリカで自分はこうアジア人として他のアメリカ人から、見られる、だから自分は適応してないんじゃないかと感じる。でとあることがきっかけで、上海にこう行くわけなんですけど、そこで自分が適応できるんだ、自分はアジア人なんだって思うんだけど、やっぱりアメリカで育ってるんで、現地のそのアジアの考え方との違いにやっぱ苦しむところもあるんですよね。それで結局じゃあ自分は何者なんだっていうので、迷いに迷っていろんなトラブルも、ありながらですね、アメリカで自分がどうやって生きていくのかっていうのを見つけていくっていう映画なんですけど、これすごいいい映画だと思うんですよ。まあ、この主人公の俳優の人とか結構有名な映画の、まあ、脇役とかですけど結構出てるんですけど、すごい上手なあの演技されるんで、あのすごい僕おすすめなんですよね。それからね、あともう一つちょっとね古めの映画かもしれないんですけど、これねウェディングバンケットっていう映画なんですよ。でこれもね僕はアジアンパシフィックアメリカンの授業の教材として見た映画なんですけど、でこの映画ではあの台湾系アメリカ人とあと白人のアメリカ人ですよねの同性愛者のこうカップルなんですよ。で主人公の親が、まあ、台湾に住んでるんですけど、典型的なその伝統的な台湾の文化を持っている、まあ、お父さんとお母さんなんですけど、もちろん同性愛者っていうのは知らない、内緒にしてるんですよね。でとあることがきっかけでこうアメリカに来るっていうね、ことになるんですよ。でその親からは
まあ、早く孫の顔が見たいから結婚しろっていう、こうすごい強いプレッシャーがこう来てるわけなんですよね。でそこでどうするかって言ったら、あのパートナーのアイデアで偽装結婚するっていうことになるんですよね。でまあ、あのもうすぐビザが切れて帰らなきゃいけないっていう、まあ、中国系の女性がいて、で、まあ、結婚すると彼女は永住権を取れると、で彼は親に事実を隠せると、いうことで利害の一致で偽装結婚をするんですよね。で結局ね、あのバレるんですけど、最後のエンディングがすごい興味深いんですよね。あのほんまにね、アメリカ文化の違いと台湾の伝統的な文化の違い、まあ、だからアジアとアメリカの本当に違いっていうのをこう表してるんですよ。でそこにどうやってフィットしていくか、自分たちは親のことも好きだし、親は子供のことも好きだし、で、同性愛のことを認めたいんだけど社会がそうさせてるかさせてないかみたいな違いとかもこう出てくるんですよね。まあ、なのでこの映画の場合だったら、そのアジアっていうマイノリティプラス、まあ、同性愛者っていうのも、マイノリティなんで、そのマイノリティの人がどうやってそのマジョリティの文化に、適応していくかっていう、まあ、すごいそのアジアとアメリカの、文化の違いっていうんですか、習慣とか考え方の違いっていうのも表してるんで、非常に興味深い、まあ、勉強に、まあ、なったかなっていう、まあ、DVD なんですよね。この中で、まあ、アメリカに旅行に来ようとか、留学しようとか、移住しようっていう予定のある人とかは、このアイデンティティっていうのは僕はすごく重要だと思うんですよね。まあ、今言ったようなね、こういった映画僕すごくおすすめなんで、あの結構勉強になると思うんで、今回は紹介させていただきました。 Far West Life。 はい、ということで今回は僕が勉強になるなって思うような教材的な、まあ、DVD ですよね、これを紹介させていただきました。まあ、個人的にすごいね大好きだなっていう映画いっぱいあるんで、もしかしたらこの動画出す前に、まあ、自分の好きなアメリカ映画みたいな動画を出してるかもしれないし、この動画の後になるかもしれませんけど、まあ、自分の好きな映画の動画もね出そうと思っておりますんで、まあ、もしよかったら見てください。それでは今回もご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。Bye-bye. Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West Life.